おはようございます。3月18日土曜日、三経名を読んでです。フランスの美食家ブリア・サバランはどんなものを食べているか言ってみたまえ。あなたはどんな人間であるか当ててみせよと言ったことがあります。すごいですね。岸田文雄首相と韓国のユン大統領は東京都内の老舗をはしごして食べたメニューを見ると、彼らは健啖家であることが分かります。1軒目はすき焼きに稲わうどん、2軒目はオムライスにハヤシカレー、それにとんかつ、ハンバーグ。政治家はよく食べる傾向にあります。過去にも政治家たちが驚くほど食べる姿が目撃されています。例えば、菅直人首相が東日本大震災発生から3ヶ月余り後の平成23年6月に、一晩で寿司店、焼肉店、イタリア料理の3軒を食べ歩いたことや、今は亡き 安倍晋三自民党総裁が焼肉店でホルモンを半生で食べる人は少ないんだよねと言いながら、次々と焼いてさっさと頬張っていく姿などがあります。食の大家である北王子ロザンは、すき焼きの後では誰だって漬物が欲しくなり、お茶漬けが食べたくなると言ってますが、政治家はその限りではないようです。今回、岸田首相とイー大統領はお腹を満たし、胸襟を開いて、日韓関係について語り合ったこの晩餐の夜を将来どのように振り返るでしょうか。面白い、考えると思います。今日の三経名の表題は次のように私は決めました。人生和食とともにある。和が抜けてる。食べることはいいことです。大いに食べましょう。以上です。